皆さん、はじめまして。今日も新北見物語を聞いてくれてありがとうございます。110キロの夢、ハッとしてホッとする北見へ行ってみましょう。まずはスパ&リラックス、すごいぞ北見パート1。北海道の尾根、石北峠を越えると森の妖精たちが出迎えてくれます。世界一のからくり鳩時計にまずびっくり。春5月には日本一のスケール、エゾムラサキツツジの花のトンネルを歩いてみましょう。日本一といえば生産量日本一の白花豆。その白い花と田園風景が心を癒してくれます。そして御根湯温泉、美白の湯に心も体も和みます。ゆったりリラックス、入ってみたいです。すごいぞ北見パート2は北海道遺産。世界文化遺産への動きもある所遺跡。太古の昔からここは北方民族たちの憧れの大地、パラダイスだったのかもしれません。北見の歴史に触れたければ、ピアソン夫妻の物語が伝わる三ヶ島の丘へ。3つ目の北海道遺産は輪っか原生花園。サスに300種以上の花々が咲く天然の花園です。北見フラワーパラダイスもおすすめの花のスポット。北見の美味しい空気があなたをリラックスモードにしてくれます。次はネイチャー&カルチャーです。北見は森の大国。旅のアクセントに森林浴やパークゴルフはいかがでしょうか。春から秋、ここだけのスポーツ体験に感激してみては。特にサロマ湖100キロマラソンはボリュームたっぷり。みんな走る、みんなくたびれるマラソンです。冬はシャキッとしたパウダースノーでスキー、スノーボードを楽しんでください。スノーモービルで雪原を駆け抜け、冬を独り占めすることもできます。そして北見といえばハッカ。すごいぞ北見パート3はハッカとお祭り巡り。ハッカの町、北見の歴史と文化がハッカ記念館を訪れると分かっちゃいます。ハッカ御殿にハッカ湯絞り体験と、ハッカの文化に触れられるのも北見らしさ。ところで、ハッカもハーブの仲間なんです。北見にはハーブいっぱいのカオリャンセ公園もあります。ハーブに囲まれた公園での結婚式なんて感動もの。さあ、夏はお祭りお祭り。三馬林の盆地祭り。神輿が川を渡る御根湯温泉祭り。勇壮な美しさに心打たれます。北見市丹野町の辛いイベント、カレーライスマラソン。食べるために走る、とってもユニークなイベントもおすすめの一つ。秋、菊がアートになります。北海道一のスケールの北見菊祭りに秋を感じてください。収穫の秋を祝う地ビールの祭典、オクトーバーフェストで北見の秋に乾杯。
のページェント、幻想と静寂に包まれる冬。北見の冬は楽しいこともいっぱいです。北見ならではのカーリング、そして大空だって飛べちゃいます。極めつけは北見だけの玄関の焼肉祭り、まいったか。すごいぞ北見パート4はオホーツクブルーと太陽。全国有数の日照率を誇る北見は太陽エネルギー利用先進地、エコシティでもあるんです。この太陽こそが美味しい食材の生みの親。太陽が北見の玉ねぎを美味しく育てます。フード&スイーツ、さあ北見は美味しさの宝庫、ご当地グルメ行ってみましょう。まずは焼肉。人口当たりの焼肉店の数が日本一と言われる北見、どこで食べてももちろん美味しいんです。人気うなぎ登りのご当地グルメがホタテや玉ねぎをふんだんに使ったオホーツク北見塩焼きそば。このジュースがポイントなんです。北見のグルメを支えるのがホタテ。ところはホタテ養殖発祥の地。ホタテや新鮮な魚介類をお寿司で制覇するのも北見流と言えそう。美味しそう。110キロ北海道一広い北見を走り、美味しいものに出会っちゃいましょう。ドライブが終わったら日本最初の地ビール、オホーツクビールで乾杯。女性に人気なのがピルスナー。コクのある味わいが癖になります。ムード派のあなたにはカクテルの街北見で、カウンター越しに旅のお話でもしてみませんか。さあ甘いノリで北見スイーツ物語へ行ってみましょう。北見のお菓子のレベルの高さは半端じゃありません。キャビンアテンダントに人気のどら焼き、八花羊羹、八花入りせんべい、ロールケーキやチーズケーキなどなど優れものばかり。さあ北見で何を味わいましょうか。訪ねきれなかったらもう一晩北見に泊まってみてはいかがですか。というわけでスペシャルラジオプログラム新北見物語、最後のコーナーへと参りましょう。ハッとしてホッとする北見。北見をベースにプラスアルファが嬉しい観光も思いのまま。世界自然遺産知床へも、そして阿寒、摩周へも北見から楽々アクセスできます。世界最南限の流氷、クリオネやアザラシが住むオホーツク海も北見にあるんです。感じる楽しさ、付加価値満載の北見。北見をベースに思う存分道東オホーツクの魅力を堪能してみませんか。いかがでしたか。今日ご紹介したのは110キロの夢、北見のほんの一部。ぜひハッとしてホッとする北見で、あなただけの物語を書き加えてみませんか。